なんかめっちゃあれですやん結婚の話振られへんように普通おためっちゃ入れてくるやん。おめでとう <laughs> <ん>。するとか思ってないんです。めっちゃ入れてくるやん。ハッピーウェディング。あのオダホリさんが結婚いたしました。ありがとうございますい。ありがとうございます。なんか電話かかってきてね。なな <No. S 2>、no。あれさ、どどういうことだったんですか。週刊誌出ますの電話やんもうだって今日。 今日ヤンタン収録やから会うじゃないですか週に1回火曜日ですよで月曜の夜に電話か何事かなと思ってうちもびっくりした堀さんから電話と思ってほんならちょっと席れまして「ああおめでとうございます」っいや明日会うやん」と思ってなんで明日会うのに今日電話くれたんやろなと思って週刊誌も出えへんのにさだから私なんか有名な人なんかなとかちょっと考えましてもお相手の方が有名な方 でとか、とかですよ。あのー、うちらがその結婚を言えへんかったんを根に持ってる、うん、っていうのをこっいじってきているくらいでじゃあどういう順番西畑には いろいろ相談っていうかしてたんでああ,あ,あその結婚に西アタも今年ねあの入籍しましたから、うん、かなりあのおめでたい年ではあるんですよ,ですよ、うん、ねあれ西アタはどうやって言ってきたっけ、まあ、ここかここのヤンタンの収録前言ってってことよね、うんそう うん、いやこれもあるぞ何ななんかもし収録の直前に言ったら、うん、この話されるから、うん、だるいからそのうちらは1日ぐらい空けたら覚えてへんと思ってこの話題を出さへんようにするために、うん、月曜日に言ったっていう可能性もあるよね堀内さんが堀内さんが、うん、いちいち言ってくんなよみたいなうん,うん え西畑の時は西畑はもうあのラジオその電波とともに死んでいく男やその電波心中ぐらいラジオ愛してるから何でも僕のパーソナルなことでも何でも話題にしてくださいっていう意味でのその別にいくらいくら言っていただいてもの意味でそのヤンタンの直前に結婚報告して「うんうん、うちらが言わったかどうか覚えてない」<laughs> あ<あ>言わって言ってないと思う。言ってない 多分言われないと思うな俺何言出してないっけあ、言ってないっけごめんなさいいや、おめでとう今日ももうぼーっとしてイヤホンつけの遅かったギリギリで本番きりああ本番やあるでしょたまにあるでしょでもなんか入ってきた時既婚者ラジオやで言ってたねうもう既婚しネタも仕込んでるやん仕込んでるや何売られてもみたいなお二人に早めに伝えたかったねいや早めにやったらその前日ってなんなん たじゃあ席入れたいつですか日曜日の夜やったじゃあ日曜日でええやんなんで火曜日夜や忙しいでしょいえじゃあ日曜日に席入れてすいません電話してすいませんじゃあ待って今しゃべって今こっちが喋ってるからイライラしちんとい日曜日に席入れてで火曜日のそのオンエア前に私がえ日曜日に席入れてんのにさ火曜日まで言わんってなんなんって言うと思ったってこと違う違う違うなんか日曜日はなんかいい日やったんで いや、大吉とかそういう、大吉ってなったっけ、大安とかね大安、そういう、そういう日ではなかったんですけ関係なく、どういうタイミングですかめっちゃこれ休みとか、あ、休みなにこの、うちらその引っかかるとこ違う、めんどくさい2人なんで結婚した、したんですかお前も言うみんなしてるでしょ こっちは、のりのりのりやけどっていう適齢期ののりえ、まだ一緒に住まれてないけどこんなんえ、まだ一緒に住まれてないんですかえって、もそれはあるやん、タイミングとかいつ住むんすかまだ言います、追い追いまえ、なんなんそれ聞いてほしい顔してんなしてない 次どっちに聞かれたいかる <laughs> いやいやキャミオがめんどくくささいいよねどっちも私は月曜日の電話がないんやて狩野さんの方がうっとうしく感じるねんてこいつは質問はうっとうしいけどいなせる。<laughs> まあ <laughs> 言い出されてええんそもそも質問者としてのスタンスどうなんバリだるいやんこいつごめんなさいごめんなさな <laughs> <laughs> このコーナーは今一度地元大阪関西での知名度を上げるべく加納村けみそれぞれに協力してくれるリスナー募集シグナーを形成毎回違うテーマで対決させていきます今回の対決内容は泣いたです、えー、自分では普通なことでも他人から驚かれる、えー、皆さんのこれうちだけにまつわる<あ><ん>間違ってましたはボーっとすんなよ <laughs> 台本が間違間違てました 皆さんのないたり、おおい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 お、むちゃくちゃやんけもん。これうちだけでこれ前回のやつじゃん。うわうわ、これは <laughs> ウェディングブーン <laughs> ブーン <laughs> ブーム、ね、<laughs> ウェディングミス <laughs> ですね <laughs>。すいません。幸せボケが出なかった。<laughs> 幸せボケっていう単語が、幸せボケっていう単語がウェディングブーム。<laughs> <ン> <laughs> いや,いや、今、まあ、ちょっと待って、堀内さんいじる時間なのよ。<laughs> そっち行かんのよね、これ。今、二人で堀内さんをいじる時間なのに、ウェディングボーンで、ちょっと持ってけへんから。<laughs> <laughs>